かな木陰に食卓を持ち出し、自然と生活を精一杯に楽しみながら、エミグラントに生きる荒涼たる満州の荒野に人工的な緑園を作り、そこを魂のふるさととさえする、そういう彼らを見直さねばなるまい。新マチャコは町外れであるが、ロシアが一番残っているのだ。菩提樹の林、修道院のドーム、いかにも田舎じみたロシアのブフェット、そしてロシア女の羊飼いやルパシカを着た牛飼いなどは、旅の人々から振り向かれないが、だからこそ俗衆も少ないバスウェイだ。私はここに来て初めて息をつく。